いやあ、刹那気づきだよ。ライト第2部やっていきたいと思います。パート2やね。さて、マスターを探すんやけど、適当にうろつっきょったら見つかるかもよ、みたいな感じのこと言われたけど、見つかるんかな。まず、マスターの顔を知らないっていうのね。そこがもうウィークポイント。酒飲んでいいかな。酒飲んでいいかな。うん、酒飲んでいいかな。え、今なんか手に入った。今なんか手に入った。グオーじゃねえよ。グオーって何？ドラゴンオーラって何？説明文飛ばしてもらってたけど、何今の。何があったん？何があったん？なんかすっげえ気になるんで出てきてしまった。説明文飛ばすんじゃなかった、お前に。どこ行ったか知らんのか。ああ、地下扉閉まっとんか。どうにかして開けて地下にも行きたい気はする。本人隣にいるけどどうしようかな。持って行こうかな。持って行っちゃったな。めっちゃついてる。めっちゃある。へそくりめっちゃある。300ゴールド、3万ゴールドって。やったー。臨時収入だぜ、ベイベー。臨時収入だ。臨時収入手に入れちゃったぜ、ベイベー。やった、何使うかな。酒飲もうかな。酒飲もうかな。臨時収入だ。バイト代わりにもらっとくぜ。ピンキリしてんだろうが、あの女。どうせピンキリしてんだろうが。それにしても、俺、全部調べたような気がするけどな、前回のパートは。あんなイベントが始まったよ。調べれてなかったと思えんけどな、調べたような気がするんやけどな。うわぁ、なんかまた手入った。ギザナイフと小さな、何？小さなタルト。カラフルなだけか、アイテムは、回復のアイテムは。大きな、大嘘つきもわからないであるし。説明文がすごい雑ですよ。あ、こういう系のやつ、装備アイテムだったっけ。そうじゃ、前回でもそうだったような気がする。小さなタルト武器だったよ。わからないって装備してるからな。わからないものを装備してるからね。あ、タルトも攻撃武器で FP 内容みたいな感じだったわけだ。なるほどですな。やった、戦いやすくなった。というより、早う出てこいよ。俺はお前を探してるんだ。マスターさんよ。ここにもまだ何かあるんじゃないかって思ってきてしまう始末。あ、こいつか。あ、マスターちゃん。違うな。こんなんじゃなかったな。うん、客か。まだここは準備中だぜ。作業中失礼します。本日短期警備員として雇われたハロルドと申します。ハロルド、うん、ああ、はいはい、話は聞いてるぜ。マスターならまあそろそろ帰ってきてるんじゃねえの。マスターってどんな人。マスターはだな、いつも仏頂面だから、なかなかいい尻と足を。そんなエロい人な、そんなエロい人な、君。マスターってそんなエロい人な。抱っこ。今夜でも抱っこ。誘って抱っこ。あっと、もう一人いたのか。小さいから気づかなかったぜ。は、バカにされてるな。エフィのバカにされてるな。それに、お前に子供がいたなんて驚いたな。お前、俺がハロルドじゃないって最初から分かってたな。そりゃ、俺はハロルドの友人だからな。まあ、だらしねえし、先草が悪いから、あいつのことは嫌いなんだけどさ。ああ、最悪なパターンだ。大丈夫だって、誰にも言わねえよ。あいつが来なくて、俺はあなたに感謝してるんだ。あ、感謝されてる。なんか君とは友達になりそうや。なんか、尻と足が綺麗とかいうところもなんか俺の価値観にそっくり。でも、ここに来たら面倒なことになる。そうだな、俺が
嫌がらせの電話でも入れておこう。グググググググ。まあ、えげつない人だな。まあ、ありがたいけど。面白いけどさ。春に似てるね。殴るぞ。うん。おい、チビ、こいつのどこをどう見れば俺と似てるんだよ。せいぜい似てるって言っても、服装と腕の太さと足の太さと身長と鼻の高さと耳のつき方ぐらいしか似てねえじゃねえか。結構似てるな。それ結構似てるって言うよ。似てるよ。つぎはぎなお兄さん、好きなもの3つ教えてよ。ああ、俺の名前はルーカス。好きなものは酒と女と金かな。一緒じゃないか。マジ一緒じゃねえか。ついでに言うたら、レオやって、前回の主人公のレオ1万やってそうだったし。ほら、一緒だよ。ちげえよ。こいつは女たらしで、俺みたいなのは紳士って言うんだ。逆じゃないのか？喧嘩売ってるのか？どっちもそっくりなのに仲良くなれないのかな？じゃあ、ルーカスさんが他に好きなのは？そうだな。こういう仕事やってるからな。人が楽しそうにしてるところとか、幸せそうな顔見るとか好きだぜ。はあ、俺やってそういう気持ちで実況してます、節度圭介です。嘘ついてるや。こいつ嘘ついてるや。つか前回の嘘となんかすごい違う種類の嘘出てきたね。なんだこりゃ。嘘を吐いてな。ちゃっちゃとやるぞ、チビ。さっきからチビって、エフィはエフィだよ。小さな嘘。どちらかと言うたらこっちがチビの気がする。殴れ殴れ、ファイヤー。終わり。パク。こいつは嘘を形にして食べる。今お前が嘘をついたから嘘が怪物になって出てきた。つまり人の幸せなところは嫌い？ああ、なるほどな。嫌いじゃなくて興味がない。そして人の不幸の方が俺的には面白く感じるだけさ。悪だな。そこだけは俺とは価値観が合わんな。俺は人の不幸なんか見たくない。人の笑顔が好きさ、刹那圭介です。変なやつだな。お前もそういうタイプに見えるんだけどな。他人が不幸だとして、その分俺に何か幸せな出来事でも起きるのか。そういう自分の得意にならないことを考えるのは面倒だし嫌いだ。へえ、変なやつだな。でも私は春が不幸だったり悲しそうだったら私も悲しくなるよ。そうかよ、お前も変なやつだな。そっか、みんな変なやつだ。いっしょ。えへへ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 。うんたんうんたんうんたん。ああ、いつまでかエフィーナが平沢ゆい化したぞ。ゆいちゃんになったぞ。そっちの小さい子はドラゴンかなんかか。すごい大正解。うんたんうんたんうんたん。うちにも似たようなものがいるからな。ドラゴンか。さあ、半年前ぐらいにマスターがどっかから拾ってきた子供だよ。そいつら夢を食うとかなんとか、そういう魔法みたいなのはドラゴンしか使えないだろ。夢食うとか。バクかね。夢食いメリーかね。まあ、実際に見たことはないし、マスターはそいつをドラゴンじゃなく人間だって言ってるけどな。夢食いドラゴンか。タイトルあったな、なんか夢食いドラゴン的なこと。なんか絶対キーポイントになるよ。キーマンや。キーマンになるよ。キーマカレーになるよ。お前はドラゴンを釣り回して、ケーキの奴らに何か言われたりしねえの？まあ、変なことしてないからな。あいつらが連れてくるのは手に負えないドラゴン、手に負えないとか変なことをされてるドラゴンだけだろ。ふーん、そうか。やっべ、早く片付けないとまた怒られちまう。ほら、さっさと別のところ行け。マスターももう帰ってきてるんじゃねえの？ああ、頑張れよ。男からの応援はいらねえよ。さーて、なんかキーマの存在を知れた。ドラゴンが出てくるんや、他に。夢食いのドラゴンか。何かありそう。ああ、俺の夢は食わんといて。俺の夢。あ、イベント始まったわ。なんかちょっと茶番入ろうと思ったら、イベント始まったわ。茶番終了、終わり。この町にドラゴンがいるって情報は当たりかもしれないな。今回は情報集め？そうだ、ドラゴンの情報は高く売れるからな。
あとはお前のことについても何かわかるかもしれないしな。そっかそっか。なんで嬉しそうなんだ。マスターって人はもう帰ってるからな。もう少し見に回ってみるか。そのマスターがどこにおるかわからんのやけど、俺はちょっとてんやわんやしてるんだけどね。こっち行けたっけ、行けんのか。外におるかな。おいマスター帰ってきたんか。お前ら、お前らマスター帰ってきたんちゃうんか。隠すな。マスターおるんだったら隠すな。協力してくれるんだろ。マスター隠すな。多分こっちにはおらんな。なんか知らぬ間に入れ違いになっとってさ、上の方におるとかそういうパターン。とりあえずあのお姉さんのところに行こう。あのお姉さんのおっぱいでかい。お姉さんの、あ、なれ登れない。え、なぜ登れない、なぜ登れないんだ。あ、これかな、これマスターか。これだ。わあ本当に美人だ。おっぱいでかい、おっぱいでかいし、なんか目隠ししてる。この人あれなんじゃないのか、地上ってやつじゃないのか。目隠ししてなんかハスハスするタイプの人じゃないのか。大丈夫なのかこの動画。 R18 とかならないだろうな。 R18 になっても俺 R18 表記しないからな。多分ならんと思うけどしないからな。私はこれから何に変身するでしょうか。知らねえよ。予想したろ。ブラジャー。ペンギン、ペンギン。アヒーナ、ちょっとなんでペンギン出てきたんや。ペンギンにはなりそうじゃないよ俺は。ブラジャーにはなりそうに思うけどさ、ブラジャー。なんか G カップぐらいのブラジャー。なるほど。さて、会うものも、会うも夢、あわう、会うも夢、会わぬも夢。誰も仕掛けもございません。3、2、何？本当にペンギンになるの？私はペンギンになりたい。邪魔するな、エフィーナ。お前はうんたんうんたんしてろ。1。正解は羊でした。違います。ロリです。それはロリです。あの女の人は？消えたよ。一瞬で。どうやって？ずっと見てたのに。うんた、うんた。ん？ありゃりゃ？ああ！いっちょ前にドラルマ、ドラルローム、え？ドラルローム？え？ドラルロールか。ドラルロールまで用意しやがって。ドラル、え、ドラムロールじゃない、ドラルロール。うったうった。もういいや、もういいや。もうこれからね、噛んだらね、言い間違いとか噛んだりしたらね、うんたうんたで乗り切るからね俺。勢いで。ところで、あなた方はお客様？いえ、うん、とましもだ、この時間にいるということはお客様ではないはず的なことを言ったな。侵入者ですね。いたー。わあ、お姉さん、なんで？どうして？小さな女の子。ああ、トムとマーズから聞いた新しい警備員とその妹というのはあなた方だということですね。なぜぶってから言うて、無知持ってる。ド S の方のタイプの人だったわ。お嬢様っていうか、お嬢様っていうか、女王様やん。何この人、俺とはそれに合わないタイプの人が出てきた。おっぱい揉ませてくれるだけならそれでよかったところ。ああ、これは死刑。あ、違う、死刑。死刑言ってるやん。お前、ダメなタイプのやつじゃ。処刑人のタイプじゃ、ド S だ。絶対ド S だ。てか、隣のやつはお前本人じゃなかったんか。メタモルフォーゼとかそういうのじゃなかった。マジックだったのか。すいません。昔は処刑人をやっていまして、その時の癖が。癖、嫌なやつだな。お前とはそれが合わん。あなたがあまりにもうさんくさかったので、お怪我は。いえ、大丈夫です。こちらこそ突然のお願いで申し訳ないのですが、ネット周りのことでしょ？大丈夫ですよ。入り口の方の、入り口の方の左側2階、お客様用の部屋があります。あったわ、2階に。階段登ったところやな。今は空き部屋があるので、そうですね。一番奥の部屋、そちらをお使いください。
警備員のお仕事は基本施設内の見回り、お客様同士のトラブルの防止です。ただ血の気の多い野蛮なお客様も稀にいるので、その時は無理せず私に報告を。何かに変身させるの？いいえ、ムチ打ちの刑です。ド S だな、この人ほんとド S だな。これからお世話になります。ああ、紹介がくれました。私はソフィア・フワレーネだ。このゲームの出演者ってさ、名字が全員読みにくいタイプの人ばっかですよね。そして右の小さい子が、僕ウィリアム、ウィルでいいよ。これがドラゴンか。あ、だから羊の見た目しとんじゃ。ドラゴンなのに羊やなって思ったらそういうことか。ウィル君ってドラゴン？あ、ううん、違うよ。角あるけど、これは羊の角。そっか、じゃあ違うね。絶対嘘だ、絶対こいつがドラゴンだ。そんな気がする。それではまだ他の準備もあるので、これで失礼します。バイバイ。ば、さ、さよなら。おいチビ、いきなりドラゴンがって聞いてイエスって言うわけないだろ。なんで？何度も言ってるが、ドラゴンは珍しい生き物だ。珍しいから狙う悪いやつもいる。普通ならドラゴンだということは隠して生きているだろうよ。ケーキのやつらとかは自分の身を守る強さがあるから隠さないで生きてるんだよ。でも私がドラゴンだっていうのは春あんまり止めないよね。俺が守ってやるっていうすごい精神があるな。多分春には面倒くさくなった。一旦部屋に帰って行って休もう。わあ、ちゃんと教えてよ。うんたんうんたん。だんだん自分でうんたんうんたん言うが面倒くさになったし、うざーって自分でうざーって思い始めてきた。大丈夫かな。俺は夜に仕事をしなきゃいけないから少し休む。ここの人に迷惑かけないなら、ここに適当で遊んできていいぞ。お仕事するの？警備員のハルドとして来たからな。なりすましみたいなのは苦手なんだが、ほとんどの人が初対面ってだけで難易度は低いか。疲れないようにね。身体的な意味でか、それとも嘘の方か。どっちも。おいよ、施設の外へ出ても町の方へ行くなよ。この町クソ広いからな。そうだ、おやつ、腹が空いたら食ってろ。わーい。うんたん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 。もういいや、このネタもう次回はやらないからな、やらないからな。どんだけエフィーナが言いたがってもやらないからな。休む。よし、というわけで今回はこの辺で、サイクリーちょっと謝らせてください。なんかおっぱいだとか、なんか地上とかド S とか言ってすいません。そういうのが苦手な人がいたらすみません。この動画は R18 にはなりません。まあエロいシーンが出てきたわけじゃないんでね。俺がエロいこと言ってる、スケベっていうのは変態なこと言ってるだけなんでね。あと俺本当はこういう変態的な性格じゃないんで、ちょっとこれはネタで言ってるだけなんで、そこだけはちょっと勘違いしてくださいね。というわけで、まあそれがそういう動画で良ければ次回も見てください。というわけで今回はこの辺で週上げ。うんたんうんたんうん。やっとが変わった。